はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エイティブログです。今日は愛知県の東海市に来てます。実はここ僕の地元になってます。そう、たかはここで生まれ育った町ですね。いろいろ今日この動画で紹介しようと思います。早速いきますか。はいはい、ということでまず最初は東海市でものすごく有名な洋蘭です。今ちょうどねここ胡蝶蘭を作っている農家さんのお邪魔をします。すごくないこれ。ザはじめまして。はじめまして。エイティブログのレナです。はい、福野と申します。お願いします。お願いします。まずは作り方ですね。うちの苗はですね、一応海外で輸入してこちらで育てて販売します。販売ができるプロセスはどれぐらいかかりますか？だいたい最短で6ヶ月ぐらいで出荷になります。この温室で丁寧に育ててさよならみたいな感じでちょうど出荷が来たぐらいはこういう感じになります。あ、なんか大きい、思ってた以上に大きい。これが花芽になりますけど。あ、これ2つ。はい、で、1株1本にします。ちょうど、どっちか切っちゃう。そうですね、太い方を切っちゃう。ぐんぐんぐん伸びていって、今ちょうどこれが見えるのがつぼみですよね。はい、花の、これが育って花なんです。販売ができるものになると思いますけど、うん、これが1個の中に3つの3ポットですね。3ポットを入れて、はい、じゃあ家に届きました。どうすればいいですか？まず一つは可愛がりすぎないこと。可愛がりすぎて水をたくさん入れてしまうと根腐れの原因になるので、ポットの中に指を入れてもらって乾いてればあげる。ちなみに一回全部切ったらもう捨てるしかないですか？いや、そんなことないですよ。胡蝶蘭の捨て根っていうのはこういうのが節なんですよ。1、2、3、2節目か2節目ぐらい切ってください。あ、間？うん。あ、はい。そうすると切ったところから花芽が出る。買おうと思えばどこで買えるんですか？ネット販売を推奨してますので。そうなんだ。インターネット販売で今ヤフーの方で掲載してます。あともう一つは、ふるさと納税で、これは随時これからやる予定になってます。概要欄にヤフーショッピングのリンクを貼っておきますので、そこでぜひ買ってみてください。本物が見たいという人は花山駅に東海市のいろんな花が11月22日から26日に立派なディスプレイがあります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。東海名物をこちらの東海市観光なんとかプラザ、なんて書いてある、物産プラザ、物産東海市コーナーに来てます。で、一番目立つのがあっち側ね、万博。万博のゆかりを知ってる人はどれぐらいいるんだろうね。皆さんコメントしてください。エビせんべいが好きな人はゆかりが絶対に好き。万博のゆかり、はい、めちゃくちゃ美味しい。次は私が最近見つけたここのラズベリーパイジェラート工房のハッピージェラートのお店です。すごくない？種類がめちゃくちゃおしゃれなパフェをやってる。で、それをめちゃくちゃ食べたくて。すっごいやつが来た。来ました。これはやばくない？おしゃれになったね。いや、めちゃくちゃおしゃれ。これがモンブランで、こっちが芋とリンゴのコラボレーション、芋リンです。名前かわいい。はい。いただきます。いただきます。うまそう。あ、めちゃクリーム。うま。これすごいよ。減った。大丈夫だ。食べたらよかった。これバランスが悪いね。なな、食べないで。東海市。他のスポットの紹介をしようかなと思いました。レナが喋ってる間に俺どんどん食べる。おい、私のアイス食べるな。東海市で一番有名なスポットは？え？
え、集落園ってあー公園ね、前行ったじゃん、動画撮ってたじゃん。そう、一回動画撮ったことあるので見てください。集落園の中に有名な大仏があって、うん、めちゃくちゃ紅葉が有名な人気スポットでしょ。名古屋からも人が来たりする。大名庵というティールームがあって、そこで安く美味しい抹茶セットが楽しめる。確かに美味しかったね。美味しかったでしょ。おい、私のアイスを食べるな。はい、終わったの？終わってないよ。あげないよ。まだ終わってないよ。こっち半分は終わったけど、こっちが終わってないから、終わってないから。これ何やってる？タカをブロックする。ちょうだい、ちょうだい。あうん、ああ、美味しかった。本当お腹いっぱいになるよね、あれ。多い、うん、味抜群。はい、東海市に来ることがあれば。でもおすすめだね、本当に。ラズベリーパイジェラート、うん、ほう。夜になりました。暗くなりました、ね、暗くなりましたら、太田川駅の前にこちらの後ろに見えるどんでん魚市、そう、屋台が出て雰囲気いいので、ちょっと遊びに行っていきたいと思います。占いとかもあるし、服屋さんもあるし、焼き鳥屋もあるよ。たこ焼きもあるよ。まあ、たこ焼きはどこにでもある。たません食べたい。あ、たませんね。たません食べよう。たません食べたことない。そう、たま、食べたことない。ないね。でもなんか俺が子供の時はお小遣いの100円握りしめてたません買いに行ってた。 いいよね、価格が安いからね。どうですか、お味は。あの食感がいいね。パリッとするから、卵がジュワッとしてる。で、なんかマヨネーズの効いてるし、なんかね、ご飯っていうよりはお菓子感覚で食べれる。あ、ここでなんか遊びができるよ。そう、なんか充電する。そう、射的とか。あれ、タカが上手だったの？いや、全然だよね。で食べたね。お腹いっぱいです。というわけで今日一日東海市を紹介してみましたけど、いい町だね。そうだね、いい町に住んでたね。そう、いい町で育ちました。そうだね。この動画が面白かったならいいねボタン押してください。まだチャンネル登録してない人はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。東海市ふるさと大使の佐藤しゃぶです。東海市のですね、魅力、おすすめのポイントとしては、まず大江公園というところがあるんですけど、市民のみんなが愛される、まあ、公園となっておりまして、あとはですね、ウォート祭りと、横須賀祭りというものがあるんですけど、ダッシュが出て迫力のあるそういった祭りが行われてます。本当に東海市の魅力たくさんあるので、ぜひね、遊びに訪れてきてもらいたいなって思ってます。